ウキウキ放送局は、FM 山口で放送されていた、アニメや特撮を扱うラジオ番組。2010年4月以降は毎週月曜日0時0時30分に放送していた。地方局、特に地方 FM 局のローカル番組としては異色の、アニメ、特撮特化型アニラジであり、日本歴大最長のアニメジャンル専門番組。 フミやアナウンサーの水谷博史によるワンマン DJ スタイルで進行された。リクエストと週替わりコーナーがメインとなっており、リクエストは最新ナンバーから懐かしのナンバーまで幅広い。毎年最後の放送の最終リクエスト曲と、毎年最初の放送にかかる曲はほぼ一定していた。四半期ごとに山口で放送される新アニメ情報を取り上げるが、 山口の電波事情を反映して、広島、福岡でのネット状況も報告した。また、j e t s 加盟局と CS 局のみでの放送作品の場合は CS 局の情報も取り上げた。エンディングテーマは番組開始当初よりアニメ映画、タッチ背番号のないエース挿入歌のドリーミンキッズが用いられていた。放送開始以来、2度の長期放送休止期間がある。 一度目は2003年で6月末のうっきに放送局 V 終了時に編成上の都合から一旦最終回を迎え再開の時期を探っていたが一年半後の2004年10月に復活することになる二度目は2011年で同年7月17日に通常通りの放送が行われた後初犯の事情によりとの理由で当面の間休止との告知が行われた 公式サイトや番組 BBS では休止の理由が明かされておらず、一切不明であったが、アニメージュ2011年9月号のメディア情報で、フミーのスタッフが休病のため入院静養中である旨を明かした。同年10月2日に放送が再開されている。この番組は、フミーの番組では唯一掲示板を設置している。当初は、ウキウキ専用。 簡易掲示板1号として設けられていたが、嵐対策として2005年7月に、現行の掲示板、ウキウキ放送局オフィシャル掲示板にリニューアルされた。放送中この掲示板には、ウキナーから多数の感想が書き込まれ、一時的にチャット同様の書き込みが行われる。ちなみに放送終了後も一時的に、フミーの公式サイトとうちに一時的にウキ V サイトがあった時も、 かなりの書き込みがあった。この番組では、水谷穴と沖縄を近づけるため、たびたびアニメ特撮関連のイベントを行っている。コミケに参加するための東京行きバスツアーなども企画されるが、応募者が最小最高人数に達しないため中止となることもある。開局翌年の年月日以来、と放送枠移動を繰り返しながら、 ほぼ同一のスタイルで放送され続けており、FM 山口における長寿番組の一つであったが、2019年12月2日の放送及び同日の番組ブログにおいて、同月29日をもって終了することが発表された。最終回も掲示板までは、いつもの流れであったが、それ以降は、山口県出身である、安本博己によるカバー版の、ゆりゆららら,らゆるゆり大事件。 年末恒例の帰ってきてしまったハッピーパラダイスへと続きエンディング前にいつもエンディングで流されたドリーミンキッズをフルサイズで勝日隆のりこからの謝辞コメントを含めて放送最後は年始恒例のクックロビン温度をかけながら番組が終了これによりウキウキ放送局時代から開始したウキウキ放送局シリーズは十三年三ヶ月の放送に 幕を閉じることになった。もともと本番組がその日最後に放送される番組であったため、本番組終了に伴い放送枠自体が廃止となり放送休止時間が30分繰り上げられた。なお、週替わり企画はウキウキ。保管計画ネオとして、ポッドキャスト配信している。2006年12月1日開始、番組中に使用中の BGM のうち、 掲示板コーナーは、鉄人28号より、翔太郎マーチに変更された。なお、最後の曲に入る前に、メッセージやトークするパートがあるが、そこでは、講画部で使用されていた、究極超人 R の、とせか雑誌にや戦う先輩が流用されている。もともとは1時間番組であり、深夜時間帯に放送されていた時期もあったため、かつては多数のコーナーが存在した。 通じ機のみのスポンサーは、シーモール下関専門店街で、放送時間が深夜に移動するまでは月に1回の割合で公開録音が行われていた。その他、60分時代には2001年2月頃に、坂本真也がコメントを寄せるなど、有名声優からのコメントメッセージもよくあった。また、0-0時代も月に1、2回のペースで、有名声優とそれに加えて、 アニソン歌手からのコメントメッセージもある。ABC、この時期、JFN 初の全国ネットで、C がヘキルプレシャスガーデンが放送されていたため、地方の FM 局では珍しくアニラジが2時間連続2本放送されていたことになる。なお、タイトルが V になった理由は、水曜日に移った段階で、放送時間の移動回数が通算5回目だったため、ありがとうございます。